今回は、2023年12月17日に開催されたジャンプフェスタ2024、銀魂スーパーステージでの出来事や、新しく発表されたあれこれを紹介するぞ。それじゃあ行くぜ。2003年に連載を開始してから20周年を迎えた2023年から、アニメが放送開始20周年を迎える2026年までを銀魂20周年イヤーとし、銀魂を盛大に盛り上げていく銀魂20周年プロジェクトが発足した昨今。20周年イヤーが3年もあるっていいわね。2019年のジャンプフェスタ2020では、夜9時から会場の片隅でオンライン配信。翌年のジャンプフェスタ2021はコロナ禍の影響でオンライン配信と、基本的にオンライン化されていた銀魂スーパーステージが、銀魂20周年イヤーでついに会場に帰ってきたぞ。これまで通り、オンライン配信もしてくれたのよね。そんな待望の銀魂スーパーステージは朝の9時半から始まったぜ。銀魂に一番似合わない時間。まあ、地方だと朝5時とか7時とかにアニメ放送していたくらいだから遅い方だろ。朝5時？朝5時からあんなどぎつい下ネタを。地方の皆様はつわものだわ。よろず屋の声優である杉田さん、坂口さん、釘宮さんのお三方は、2023年8月から予約販売されている銀魂ダサセーターを着て登場したぞ。釘宮さんがあまりにも貞治のセーターを素敵に着こなしていて、お二人から似合う、可愛い、と褒められていたわね。ダサいセーターといえば、クリスマスだよな。クリスマスにダサいセーターを着るってやつよね。海外セレブとかよくやっているのを SNS で見たことがあるわ。ということで今回の銀魂スーパーステージはクリスマスパーティーを行いつつ、原作連載開始から20年を振り返るそうだぞ。最初のコーナーは、年代順に並べろ、銀魂年代当てクイズだ。このコーナーではよろず屋の3人に関係する画像クイズがそれぞれ3問出題される。出てきた画像は杉田さんと釘宮さんが協力して古い順に並べ直しそうだぞ。金時の名台詞をコミックスの関数が低い順に並べたり、神楽の設定画像を古い順に並べたりという銀魂ファンなら結構簡単なクイズだったわよね。一番難しかったのは、坂口さんの宣材写真を古い順に並べるってやつな。これ全部同じに見えるんですけど、もしかしてよく見ると違うの？っていうか坂口さんってずっとこの写真のまんまよね。怖い。次のコーナーは2026年までを予定している銀魂20周年プロジェクトとは、具体的に何をしていくのか。エリザベスが持ってきた3枚のクリスマスカードからは、様々な新情報が出てきたわよ。新情報とは全然関係ないんだが、ジャスタウェイのクリスマスカードをもらった杉田さんが、大喜びでジャスタウェイのことをジャス呼びしていたのが面白かった。最初何のこと言ってるのかわからなかったわよ。銀魂声優の方々はジャス呼びなのかしら。クリスマスカードの1枚目。坂口さんのカードは、銀魂ウルトラバンドミーツオーディオハイズからよ。ここでは2024年2月11日に開催されるアニメ銀魂初の劇版ライブ、銀魂サウンドウルトラソウル2024の情報が公開されたわ。なんとライブビューイングの実施が決定したそうよ。いろいろな都合で会場に行けない銀魂ファンには本当にありがたいぜ。クリスマスカードの2枚目。杉田さんのカードは集英社からよ。ここでは、2023年12月7日に発売された空知先生書き下ろしイラストが表紙の、最強ジャンプ1月号の紹介があったわよ。久々の空知先生書き下ろしイラスト。しかも銀時と銀パチ。最強です。しかも付録のポスターまで書き下ろしてるからね。私はもう買いました。さらに、銀魂ファンにはたまらない新情報。2024年冬、原作展覧会である銀魂天派たちの集いが、池袋サンシャインシティで開催決定したそうよ。それに伴ってオールキャラクター人気投票の実施も決定。上位20キャラクターは空知先生が新規で書き下ろしてくれるんですって。一日一人投票できるから、ぜひみんな投票してね。果たして銀さんは不動の1位を守れるのか、新パチは8位を死守できるのか。銀時を1位にするのは簡単だが、新パチを8位にするってどうやったらいけるんだ？ちなみに杉田さんはジャスに入れるそうよ。銀魂展ではもう一つ、銀魂泣ける長編エピソード投票も行われるわ。ファン投票次第で展示される原画が変わるんですって。なお杉田さんは三つ葉編、釘宮さんは歌舞伎町四天王編を選んでいたわね。銀魂のシリアス長編ってどれも泣けるから難しいよな。私は一国形成編の最後でボロ泣きしたわ。クリスマスカードの3枚目。釘宮さんのカードはテレビ東京からよ。ここでは3月にアニメ化が発表されてからしばらく音沙汰がなかった。3年 B 組銀八先生の新情報が公開されたわ。ついに放送局と放送時期が決定したそうよ。やーっと来たな。テレビ東京他にて2025年放送予定だそうです。おー遅い。設定として旗校長の銅像と、土方さんのマヨストラップもチラ見せしてくれたわ。もうっとなんかあるだろ。とにかく2025年まで頑張っていきましょう。君たちはどう生きるか。
この後会場のお客さんは3年 B 組銀八先生のアニメで使用する音声収録に参加したの。朝から躊躇なくトウキビ運行って叫べるのって銀玉ファンだけだと思うわ。自分の大好きなアニメに参加できるって幸せすぎる。音声収録の準備中に行われたのは箱の中身はなんだろうなコーナー。回答者は杉田さんだ。まさか、またファミコンのカセットを当てるやつじゃないでしょうね。杉田さんの箱に入っていたのは、エリザベス型のジンジャークッキーだ。めっちゃ可愛い。スタッフの方すごいわねー。実はこのクッキー、スタッフさんが作ったものじゃないんだ。この可愛いエリザベスクッキーを作ったのは、マダオこと長谷川泰造役でおなじみ、立木文彦さんなんだぜ。大物声優に何させてんの？ちゃんとお菓子の先生に習って、生地からデコレーションまで立木さんがお一人で作っているぞ。なんと銀玉公式 YouTube チャンネルで立木文彦のマジでダンディなお菓子作りの、フルバージョンが配信されているのでチェックしてくれよな。一生懸命お菓子を作ってる立木さんが可愛すぎるので必見です。最後は銀玉イベント恒例のあのコーナー。ゴリラカッコソラチ先生からのメッセージよ。待ってました。公開されたメッセージはこんな感じよ。ジャンプフェスタ銀玉ステージをご覧の皆様、メリークリスマス。ご無沙汰しております、ソラチです。本日は日曜のこんな朝早くから、ステージにお集まりいただきありがとうございました。漫画もアニメもすでに終了している作品が、まさか20周年をこんなにたくさんの人たちと、賑やかに迎えられるとは思っておりませんでした。これもひとえに皆様の変わらぬ応援と愛情、まだまだ銀玉で小銭を稼ごうとしている、薄汚い大人たちの手腕、そしてその残飯にたかるハイエナ声優どもの、酒と闇で汚れた生態のおかげなどではなく、いつもこの手紙をそのプリティボイスで読んでくれているクギミーのおかげです。本当にありがとうございました。結局クギミーかい。これから20年目を歩んでいくにあたり、そういった古き屋敷者ども、どうせ裏でろくでもないことをやっている男性声優どもは、問題を起こす前にこっちからバッサリ切り捨て、最近のソラチ先生の押津田健一郎一匹で回していくことになると思いますが、こっからはずっと津田健のターンでいいだろ。というかすでに業界はもうずっと売れっ子津田健のターンなんで、情熱大陸でも津田健を前にした杉田智和が、全くターンが回ってこないまま、かき氷食ってる後頭部だけが虚しく映ってましたから。これさ杉田さんをいじってるように見えるけど、杉田さんが登場してる津田さんの情熱大陸のシーン。本編未公開の先出し映像だからな。銀玉声優への愛しか感じないぜほんと。ただ津田健は扱いに気をつけないと、キャスト発表した瞬間に、担当するキャラクターが爆散、即退場する術式、七人が、発動する時があるんで、下手したら銀玉キャラ全員爆死すると思いますが、その時はどうか皆さん、呪いの言葉ばかり吐かず、七人の分までちゃんと苦しんでください。じゃあここからは時間外労働なんで、坂口さん後は頼みますよ。かっこツッコミを。最近ソラチ先生が呪術廻戦のアニメにハマっていることだけは分かったぞ。みんなに津田さん銀玉のアニメ出てるからな。って突っ込まれてたわ。死弱もといそち。バルカスやってたよな。補足すると銀玉声優はタバコは吸わないそうです。銀玉声優はクリーンです。そんなこんなで、今回の動画はここまでだ。銀玉スーパーステージを見た後、ネット見たら、ソラチ秀明最近の推しは津田健次郎情熱大陸視聴済み。でネットニュースになってて笑ったわよ。X もかなり盛り上がってたし、銀玉がみんなに愛されていることを再確認したぜ。とにかく3年は銀玉関連のあれこれがたくさんあるから銀玉ファンはこれを糧に、ゆるく頑張っていきましょうね。このチャンネルではこんな感じで銀玉の動画を投稿しているから、高評価、チャンネル登録もよろしくな。次回も動画見てちょうだいね。